決勝スタートまで1時間を切ろうかというところなんですけれども、はい、予選の結果に実は変動がありまして、よかったじゃないですか、はい、なんと5番手から上位のペナルティによってなんと3番手からスタートすることになりました。世界の山中3位、はい、11台21チームの参加ということになりました。さあ今ゆっくりとポールポジションからデブスキードのチームのマシンが動き始めまして、オーベーションアップが始まります。さあ各チームスタートドライバーは基本的に編集長ないし、はい、その関係者そうですね、はい、ということになりますね。さあまあハンデがあるチームないチームもあります。それからまあいろいろとその戦略を考えているチームもあれば、そうですね、成功法で行こうというチームもあるでしょう、はい、やっぱりスタートのちょっと車が多いところで走りたくないので、はい、そこでハンデを消化しようというチームが結構いるんじゃないかなという感じですね。30分までであればどこで行ってもいいんですね、はい、そうですね、はい、まあ、ただそのドライバー交代をする時間を考えれば、まあ、編集長が30分近く引っ張るという可能性もあるんですね。そう、編集長最初50分走らないといけないので、あ、じゃあどちらにしろ入る、はい、どちらにしろ入ってその後も編集長が走ると。なるほど、じゃあ、まあ、どこで入るかはチームの戦略次第。そうですね、なので、まあ、スタート直後ってアクシデントが起こってしまうことが結構ありますので、はい、まあ、そこに狙いたいというチームもやっぱりいると思いますし、うん、はい、なかなかいろんな思惑があるかと思います。はい、はい、さあレブスピードチームは塚本武典選手がスタートドライバー、 FM ドライバーズミーティングウィズナッツ2番手スタートはレーサー鹿島選手のスタートということになります。3番手テリー寿司屋の車の話は、ここは新井宏樹選手がスタートドライバーですか。ははそして T4 デルトラチームは佐藤ティープ練習場がスタートドライバーということになっていますが、まあ、このジャパンの戦時争いがどうなっていきますか。そしてこのレーススタートフラッグは小野社長が打ってくださることになっています。さあ今最終コーナー立ち上がっていまして、今小野社長による松田のフラッグが振り下ろされました。4時間耐久レース今スタートしていきます。少し遅れましたけれども、ここからカウントダウンしていきます。まずはレブスピードがトップで1コーナーから2コーナーに入っていく、その後ろにドライバーズミーティング、そしてティーポの前に横に並んでいる車がありますが、ここはティーポが3番で守りますか。展開次第という考えなんじゃないかなと思いました。はい、その辺まで聞いたところで追い出されてしまったのでなるほど、はい、まあそういうなんていうんですかね、ライバルをちょっとこう、はい、騙すような、はいはい、そういうかもしれないですね、かもしれないですね、はい、ただこれ後ろにぴったりついてってますから、はい、先ほど9号車の話は、はいはい、話は新井選手が今多分乗っていて、あれそして 1分半でなんで、はい、そう1分半でですね、はいはい、おでもこれ抜きに行きますか。行きますね。あここで新井選手が佐藤演習長の横に並びかけて、どうやら前に、おまだ行かないか、まだ2台並んでいますが、どうだ、まだサイドバイサイド、あここは一旦佐藤演習長の方がポジションを守りました。まあ、佐藤選手もいろんな、ね、ロータスであったりいろんなレースに出てますのでその辺りの駆け引きはうまいと思うんですが、ただまあ後ろが、新井選手ということでちょっとどうしますか。あんまりこれやってると燃費的には厳しくなるんですよね。そうですね、はい、やっぱ並走しちゃうと隣のスピードが落ちてしまうので、はい、余計にガソリンを使う必要が出てきちゃうんですね、はい。まあ、ただこれ T4 チームとしては前に出してしまうと自分たちのペースで走れないということもあるかもしれません。はい、うん、ただこれは前に出たんですね。あこれで今バックストレートでようやく車の話が前に出てきました、はいはいはい、スピードは自己ベスト、はいはい、おだいぶ近づきました。どうだこれで横に並びかける、アヘッドに並びかけていきました。まあ、とにかくハンデがあるチームはもうあと数分のうちにそのハンデを消化しなければいけません。
レブスピードもこの後入んなきゃいけないですもんね。そうですね、はい、さあこれで前にいた車がいなくなってカーグラフィックが今トップに立っています。そしてレブスピードアヘッドときてその後ろにカートップ、トップ3が一塊になりました。
インフィールドで引っかかったら、はい、回さないよねってさっき言ったんですけど、はいはい、今のところ守ってますね。まあそうですか、はい、そうですね。見てる方は面白いですけどね。あ、009号車のこの車の話も入ってきて、これで強化の選手とか、その前で、まあ、女性ドライバーの玉木慎也選手がドライブしていて、ありがとうございました。無事に帰還しました。イエーイ。ありがとうございました。いろいろトラブルあったと思うんですけど、そうですね。でもかなり自分の中でやっぱラッキーで、あまりタイム詰めれる予定ではなかったんで、燃費が最終的に上がったんで、まあ、次につなぐバトンとしてはまあ良かったんじゃないかなと思うので、あの最後まであと2人、あと何時間ですか、
1時間35分、あとはもうベテラン揃いなのでやってくれると思うんで、私は見守ります。ありがとうございました。さあこれでトップ2台がピットに入りましたので、川倉ビッグがまたトップに戻る形になると思います。川倉は、ああ今来ましたね、これがトップです。今来ましたね。川倉は今誰か、変えてくる可能性もないわけではないので、そうですね、はいはい、さすがにトップを走っていて、もう一回、はい、社長に持ってもらうかどうかっていうのも、はい、微妙ですが、ただ出走順は申請しているはずなので、あ、そうですね、はい、そこは変えられない、変えられない、ね、そうですね、はい、そうですよ、最初に乗った時間が、はい、そうですね、短いから、はいはい、そうか、ということはエンジンか、ルボランするとレブ、ちなみにレブからルボランまで35秒ぐらい、35秒、はい、1周2秒違えば10周12、3周、あ、15周か、15周必要ですよね。残り1時間12分になりました。1人のドライバーの、1回の、最長ドライブは50分、はい、このタイミングで入ってくるとまたちょっと、もう一回必要になりますよね。さあそしてドライブを終えた伊藤梓さんがまたメディア媒体紹介というんですかね、はい、にレポートに行ってくださっているみたいです。呼んでみましょう。伊藤さん、後半の媒体紹介に移っていきたいと思います。ちょっと私がびちゃびちゃなんですけど、それは気にせず進めていきたいと思います。それではこちらフェリー土屋の車の話さんにお邪魔しています。では媒体について山中さんにお話伺ってもよろしいでしょうか。はい、フェリー土屋の車の話はですね、東京 MX という放送局で、第5日曜日の、お昼の12時半から放送をさせていただいております。 MC がテリートさんと土屋圭一さん、そして竹岡圭さんの3人で、あとはゲストをお迎えしてですね、特バラエティ番組としてやらせていただきつつ、私とひろきさんで YouTube チャンネルのですね、動画を今出させていただいてっていうことで、はい、昨年からこのロードスターレースに、はい、出場しています。新井選手にもちょっと一言媒体についてどんなものか聞いていて、聞いていてもいいですか。そうですね、自分たちがやってるのは本当に YouTube から東京 MX テレビ番組と幅広くやっておりまして、さらに深く掘り下げたのを、まあ、YouTube で山中と一緒にやってるんですけど、まあ、本当にチューニングからその運転とか本当幅広い内容でコンテンツとして取り上げているので、もし機会があればYouTube チャンネル登録でよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして今回玉木さんがドライバーとして入ってらっしゃいますが、玉木さんは今どういったことをやられてるんですか。はい、私はカテゴリーは違うんですけれど、ドリフトのジャンルで走ってまして、で今回縁あってちょっと助っ人だったんですけれども、走らせてもらって、やっぱモータースポーツって面白いなと思いました。ジャンルを超えてこういう経験ができてとても勉強になりました。でドリフトラリー e スポーツの方々が勢ぞろいというか、もう新しいモータースポーツを築いていかれる方々ばかりですので、ぜひチャンネルの方も皆さんご覧ください。待ってます。チャンネル登録お願いします。今年は勝ちに行くんだというお話を上田選手をしてくれていましたので、まあ、まさにその今状況になってきてますね。そうですね。それからスタートやエンジンもこう着実に来てますよね。はい、ここもきっちりネイト選手を間に挟んで上位に来てますので、いやこれ十分チャンスありますね。はい、いや残り54分、まあ、もちろんまだその、まあ、セーフティーカーが入っているのでガスケツ、もうゴール直前にガスケツでっていう可能性は少ないですね。少ないですね。はい、であればもうここからあとはその最後のピットをどのタイミングで行うかということにかかってきますかね。
スタートやエンジンやレブスピードはまだ1分14秒台、エンジンも今1分14秒台にタイム上げてるのか。始まってからあれピットから指示が飛んでヒーター全開だって言うんで、まあ、ずっと全開でやってたんですけど、まあ、30分ぐらい過ぎたあたりから本当に暑くてきつかったし、多分ドライバーが垂れちゃってタイムがちょっとねいまいち伸びなかったっすね。はい、僕の出番は終わりなんで、もし来年あればもうちょっと、ね、痩せて体力つけて出直したいと思いますんで、よろしくお願いします。さあ果たしてこのあと CG はもう1回入ります。エンジンもルボランもレブも入ります。もう入らないのは車の話、そしてスタートエンジンカートップなんですが、まあ、その入らない中でもう最後ピット作業を終えている中で、ドライバーコートを終えている中で一番前にいるのが現在5番手の車の話、そして NHK グランツーリスモは山田浩輝、この2人のドライバーのものすごいバトルに、エンジンも今飛ばせという指示があったんでしょう。14秒台に入ってきました。ちょっとエンジンの話を聞きたいですね。ねえ、はい、誰か言ってもらえないです、はい、最後誰に変わるんですか。そのタイミングですよね、あとね、はい、飛ばしてますね今ね。13秒757自己ベスト更新。レブの前に車の話が出ましたから、はいはいはい、もう車の話とエンジンの勝負ですね、はい、これはね。そうですね。ようやく残り23分で状況がちょっと見えてきました、ね、見えてきました、はい、つまりチーム側は把握してたと、はい、もう一回エンジンはピットに入ってドライバー1分かけて変わらなければいけません、はい、車の話はもうこれで最後までいけます。その差がどうか。今先ほどの周回はエンジンの大井さんが1分15秒249、車の話、新井選手が1分14秒1、はい、
これで車の話がどんどんいけるんであれば1周1秒以上縮まってるわけですもんね、はい、どうですか。どうでしょうねいや、わからないなこれ、うん、まあ、エンジンも CG もルボランも、はい、この後もう一度ドライバー交代が必要です。車の話がちょっとふらついた。結構もう攻めてますね。レブスピードとここでやり合わない方がいい気がするんですが、まあ、レブスピードが入るかどうかわからないんですね。あ、最後そのピットからうまく出てきたかどうかというか、だから僕たちは入るのではないかと思っているけど、わからないんで、そうか、カーグラとかに届くかなっていうところではあるので、まあ、このまま、まあ、正味レブスピードとの、まあ、最後一騎打ちかなっていうところですね。最後の最後まで勝負は分かりませんけれども、今誰がドライバーで乗ってらっしゃるんですか。今最後は山中に行ってもらってるの で、まあ、今もうあの結構うちらの玉木と、まあ、ジョーであの結構セーブできたので燃料自体だから最後はもう全力で行っていいよっていうことで、最後はあのもう発音を外してもうあとどうぞって感じでやってます。なるほど、じゃあ今山中さんが全力投球して最後の最後まで勝ち切る走りをしているということですね。じゃあ優勝を目指して皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございます。こちらからは以上です。はい、ありがとうございました。あ、ちょっとあの事前にもらっていた順番と違って今山中智明選手が最後乗ってるんですね。あ、だからこれペース相当速いんですね。でやっぱりレブスピードも調整して出たということなんでしょうね、これはね、でしょうかね、はい、となるとレブスピードと車の話はそのコース上での勝負になっていると、はい、でそこでエンジンが今ピットからどの位置に出てくるかということですが、はい、当然前には出るんですか。ちょっとわからないです、はい、わからないな。エンジンがトップですね。あ、エンジンですね、はい、あ、エンジンがリードを大きく築いていました。まだこれレブスピードと車の話は半周、はい、以上、はい、遅れてる計算ですかね、はい、残り9分30秒余り。2台でやり合っているより2台でペースを上げてエンジンを追い詰めていきたいところですよね。ルボランがピットインですね。ルボランがここでピタリでしたね、はい、これは2位争いですね。今レブスピードと車の話が必要の2位争い、はい、CG が今抜かれてしまいましたね。あ、 CG より前に出ました。はい、はい、さあこれでエンジンがどれぐらいリードしているかというと49秒、はい、残り8分55秒で49秒。はこれはちょっと無理ですね、はい、そうですね。なんとやっぱりエンジンか、はい、大井さんが4脱しない限り大丈夫です。あ、そうか、大井さんが4脱する可能性があるんですね、はい、もう1回やったら、はい、ペナルティーですもんね、はい、ただ1分16秒台ぐらいまでペースは落としてますから、はい、あの最初大井さんじゃないので。あ、そうか、最後大丈夫です。最後大井さんじゃないですか、はいはい、最後今エンジンが誰に変わったかちょっと分かりませんでしたけれども、はい、大井さんじゃないので、はい、あ、でもチームに、まあ、そうですね、チームとしてチームに変わるんですよね、はい、だからその今乗ってるドライバーが4打すれば、はい、ペナルティー、はい、可能性がある。いやー、これはエンジンがうまくここまで来ましたね。そうですね、はいはい、そしてティーポがひたひたと今8位です。あ、ティーポ8位まで来ましたけど、はい、まあさすがに4分半の判定ですから。そうですね、周りのチームは例えばそのガス欠とかがない限りは厳しいですよね。さあ、この5人のドライバーでここまで来ました。さあ今戻ってきます。第34回メディア対抗ロードスター4時間耐久レース、最後トップでチェッカー、今エンジンロードスター久しぶりの勝利、5年ぶりの優勝ということになりました。うーん、レムスピードは5秒798までその差を詰めましたが残念ながら届かず。そして3位にはこれで車の話が返ってきました、はい、最後自己ベスト更新で山中智明表彰台を獲得しています。
問答無用でこんな疲れているにもかかわらずどんどん質問していきたいなと思うんですけど、はい、どうでしたか最終スピード。いやまあ冷静に考えると、まあ、ちょっとやっぱりねレブさんと争った時に、まあ、あんなに向きになる必要もなかったんですけど、まあね社長に優勝がリタイアだと言われてた手前、もうどうせだったら面白いことしてやろうと思ってバトルしました。ずっと実は MC がおまだやってるよと、はい、もう半ばもうあいつらほっといてばやってるなみたいな感じになってたんですけど、実際でもまあ 5,6 週ずっとバトルやってましたけどどうでした。そうですね、まあレブさんと諦めた時に多分後ろがまずいんじゃないかなと思ってて、やっぱりそしたら本当に後ろからすごいペースで2台来てたのかな、で2台がまあうまく争われるようにまあ、ちょっとうまくブレーキング立ち回ったりとか位置取り取ったりとかっていうので稼ぎつつも、やっぱストレート踏めなくてマジしんどかったんですけど、まあ最後ね1部屋でね立ち上がりつつかれておい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 って思ったんですけど、まあ全然問題ない範囲だったんで、まあね相手はどう思ってるか分かんないですけど、まあ僕としては非常にいいバトルできたかなと思ってるんで満足です。いや見ててすごい楽しかったんですよ。特に最終ラップまで分かんなかったじゃないですか、後ろが確かカートオップだったと思うんですけど、だからペースが上がらない中で最後の1周で、はい、まあ、ベストだったんですよ。ベスト、はい、あれすごいなと思って。どうでした実際最終ラップがベスト。最終ラップマジで、いや最終ラップねコーストしてたんですよ。結構もう1ヤに入る手前と2ヤに入る手前絶対突っ込まれないなっていうところはもうコーストしてうまく距離合わせて、逆に立ち上がりやりづらいようにという風にやってました。はい、以上です。ということで素晴らしい走りとなりましたけども、はい、まあ次回ね会ったら次こそ勝つぞ山中。はい、すいません今日勝てなかったら来年ペナルティ重そうなんですけど頑張ります。はい、無事に決勝終わりましたけども、いやなんと我々ね車の話ロードスターなんと3位ということで無事に表彰台フィニッシュとなりました。ありがとうございます。なんと最後のねスティント担当してくれたミスター山中、世界の日本のマーデンボロはここでどうでしたか。マーデンボロ死ぬ。まあ本当に最後頑張ってくれてね、結構燃費的にもきつかったんですけど、無理だよな最後最後山中さんのねガッツのある走りで無事に、3位として戻ってくることができたので、まあちょっと少しね休ませてあげて、なんと素晴らしい結果と残せました。どうでした実際。いや本当にね最終的にやっぱどうなるかっていうのと本当に作戦もあるんだなと思って、はい、それが今回一致してこの成績だったと思うのでいい経験になりました。そして皆さんありがとうございました。グリップ出たくなったんじゃないですか。大丈夫ですか。そうですね、なんかやっぱやればやるほどそういう勝負の気っていうんですかね、ちゃんと練習したいなと思ったのでよろしくお願いします。すいません。じゃあちょっとね最後のスティントを語った山中さんにね一言もらおうと思ったんですけどだいぶへばってるんで、世界のスーパーカズキさんにちょっと一言、同じグランツーリスモプレイヤーとしてどうでしたか。いややっぱガッツ感じましたね。ガッツすごかったマジで。すごかった。ね、もうちょっとね僕が頑張ってればねもうちょっと楽させてあげてるのかなと思ったけどちょっとすいませんでした、はい、来年もねあればぜひ頑張りたいなと。もうちょっとねダイエットして、そうですね、ダイエットして体力つけて、はい、もっとペース上げれるように頑張りますんで、はい、本当に3位すごい結果だと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。まあということで山中さんのね最後の VTR をですね下のこのクリックを押してもらうと山中さんが万全に回復した状態でね最後お送りすることができると思いますので、今は後ろで完全に脱水ということになってますけども、しっかりと山中さんの素晴らしい走り、本人のコメントも含めてあると思いますので、ぜひ。ひろきさんどうでした。あ、僕、あ、そうですね、忘れてましたよ。僕すっかりドライバーじゃないのかなと思ってたんですけど、まあファーストスティントで走ったので、正直まあ結構いろいろなことを考えながら走らなければいけなかったので、まあまあちょっと自分のペース的にもっといけたのかいけてないのかっていうのはちょっとわからないですけど、まあ最終的にまあこうやって総合まあ3位として戻ってきたのはまあ一番良かったのかなというふうに思いますので、もし来年もあればね。もっといろいろ詰めて勝ちに行きたいなというふうに思いますので、ね、まあ、意外とね後ろ見ると話してる感じなんですけども、まあ、こうどうでしたかって聞くと、いや疲れたんですよって言いたいだけな感じになってしまってるので、まあ、本当に大変。皆さんねもし YouTube 見ていたら本当に大変だったね山中君ありがとうと、そういう言葉があれば次回もビンビンに走ってくれると思いますので、ぜひ皆さんの熱い声援を、ね、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。となります。
めでとうございます。さあ続いて上位、はい、表彰式終わりました。見事ね、3位表彰台ということでやりました。イエーイ。どうでしたか表彰式は。いや、良かったですね。良かったですね。僕はもうね、服がないんでシャンパンから逃げ場というか。逃げてましたね。はい、まあでもいいですね、やっぱシャンパンは。そこ、いやいや、あの最後チーム全体でいいんじゃなくて、そう、最後シャンパンでちゃんと終われたよと、チーム全体としてね。そうですね。そのやっぱ一番結果をね、求めなきゃいけない立場になって、ちゃんとこう、ね、一致団結しながら、いろいろ臨機応変に対応して、その結果がね、ちゃんとついてきたわけですから。山中さんの頑張りもあり、日本のマーデンボローと言っても過言ではないですか。どうなんですかね、皆さんにどう映ったかは今日分かりませんけれども、僕は頑張ったと思ってます。はい、以上です。いやいや、すごい頑張ってましたよ。はい、いや、なんかちょうどあの前日試写会行ったじゃないですか。はい、なんか頭の中にこうフィードバックしました。フィードバックというかフラッシュバックですね。疲れて言葉が出てこなくなっちゃう。フラッシュバックしました。本当に、いや、すごいなと思って。まあ逆に今回初めて参加された2人どうでした。はい、即席チームというか、まあ、お邪魔させてもらったんですけど、本当ドリフト以外のグリップですごい勉強になることもあって、なんかグリップも極めたいなと思いましたので、お今後ともあのお手柔らかにご指導いただければと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。兄貴、はい、今回呼んでいただいて3位ってことで、あの人生で初めてシャンパンファイトってことをやらせてもらいまして、今まであのレースを勝ってたんですけど、コロナとかでシャンパンファイトできなくて、本当に今日初めてやったんですけど、やっぱなんかこういうの味わうとまた、ね、勝ちたいなっていうか、あそこに行きたいなって気持ちになったので、ぜひですね、機会があればみんなで一緒に、はい、いい結果目指して頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後に山中さん、いや本当にね、1日朝早くからね、もう気づいたらもう9時前ですか、今ね。10時前。本当ですか。はい、わかんないですけど、まあね、かなりの時間を今日ね、本当にあの皆さんとね共有できましたし、応援に来てくれた方もたくさんいて、はい、非常にいい1日になったかなと思います。皆さん、チャンネル登録と高評価忘れてないですか。テリーさん、チヨさん見てますか。表彰台取りましたよ、ついに。はい、また頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。